はい、それじゃあですね、続きいきたいと思います。次何やるかというと、この図版とですねキャプションがセットになってますね。これをライブラリに登録しようということです。それではまず一応ですね、余白をクリックして、まあ、選択を一応解除しておきます。でクリックして、もう一回クリックですね。でこれで今画像とこのキャプションのセット、まあ、グループが選ばれています。これをですね右クリックしてカットします。そして編集メニューのペースト、はい、これまあ切り離された状態ですね。でこれをですね、ライブラリーにしますので、ライブラリーパネルのフォルダーを選びまして、図版とキャプションと、図版とキャプションというフォルダーを今作りました。で選択したアイテムを追加をクリックします。で登録されましたんで、そうですね、レイアウトパターンの A にしておきましょう。レイアウトパターン A というふうに登録しました。じゃあですね、このもう登録しましたんで、画面上のものはデリートキーで消します。そして改めてですね、ドラッグします。今まあ、あのライブラリとして登録しましたんでドラッグします。でこれをもう何回もやってますけれども、右クリックでカットします。で文字通路を選んで挿入したい位置をクリックするんですけども、まあ一応念のためにこうやってちょっと1行目をドラッグしてみて、ちゃんと選べてることを確認した上で、カーソルキーが点滅してますけども、この状態で編集メニューのペースト、はい、違いますよね。もう回り込みの設定、余白も含めて全部ライブラリーに指定されてますから、そのまま、回り込みの状態で配置されました。じゃあですね、これを書き出してみましょう。レイアウトパターン A ですね。これもまあ何回もやってますけれども、選択したアイテムをミューズライブラリとして書き出すのアイコンをクリックします。で、画像配置の練習のフォルダーにそのままじゃあここに保存しましょう。名前はまあ何でもいいんですが、イメージ -caption-A とかにしておきます。という感じで、このですねライブラリにすると、これをまた他の箇所で同じようなこのキャプションと写真の組み合わせで、どっか他の文章の他の位置に入れたい場合はライブラリーから入れてですね、そして、この写真中の写真だけを取り替えたり、この文章あのキャプションを打ち替えたりということもできるということですね。でもちろん拡大縮小、あこの場合はそうなんですね、選択をちゃんとしてないといけないということですね。はい、こんな感じですね。で必ずあのプレビューをしてほしいと思います。今みたいになんかすごい広がったように見えるけれども、実際はちゃんと指定通りになっているというのはプレビューで確認できると思います。はい、じゃあここまで。